よくある方程式のパターンに数の性質を扱ったっていうものがあるんよね。で、ここではそれをやっていきます。で、早速問題を読んでみましょう。ある数と5との和の3倍は元の数の7倍から1を引いたものと等しい。元の数を求めよう。これはいかにも難しそうに聞こえるの、この数の性質の問題は。ただ、むしろ簡単なぐらいです。関係がはっきりしているので、普通の文章でなので、いつものステップで解いてあげる。 いつものステップっていうのは1つ目わからないもの問題で聞かれているものを x に置く2つ目そこから文字を使って方程式を立てる3つ目方程式を解いてあげれば答えが出ますっていうこの3つのステップでねなのでまず1つ目のステップです問題で聞かれているものを文字 x に置いてあげる元の数を求めようって聞いているから元の数を x にしてください。x とするとそしたらもう二つ目ねここから方程式を立ててあげるとで方程式を立てるときは等しい関係に注目するどうなっているかある数とごとの和の3倍っていうのが元の数の7倍から1を引いたものと等しいわざわざもう等しいって言ってくれてるやねつまりここの部分とここの部分が等しいと これがイコールになるような等式を立ててあげればいいんやね。なので、ここの部分とここの部分、それぞれを文字 X を使って表してあげると。じゃどうなるか。ある数と5との和の3倍を X を使って表してあげる。ある数は今 X です。ある数と5との和。これいくらになるこれ和は足し算の答えね。X プラス5です。これの3倍なので、こういうことやね。OK? これが等しいです。何と等しいか元の数の7倍から1を引いたものです元の数の7倍は元の数が x なので 7x ねそれから1を引いたものそのまんまそのまんま表してあげればいいですこの数の性質問題の時はじゃあここまで来たら方程式を解いてあげる3つ目のステップ解いていきましょう展開します 3x プラス15イコール 7x-1 x はこっち、あなたはこっち。x はこっち来たら、ちょっと詳しく書こうか。こうなるね。はい。マイナス 4x イコール、マイナス 16x イコール、マイナス4で割ってあげて答えは4になります。x はこれ元の数やったから答えは4です。これで終わりです。思ってたよりややこしいやけど簡単やね。きっちりステップ、この3つのステップを守って問題を解いていくようにしましょう。